もしますね。さあ今日の特集です。地元の演歌歌手が今盲導犬の普及を呼びかけています。佐賀県嬉野町の岸川美好さんは今盲導犬のアロマとともに活動を続けています。視覚障害者のためもっと盲導犬を増やしたい、歌を通じ人々に呼びかけています。今日の特集を含む FBS のワイドニュースはこの後6時17分からお伝えします。